2013年3月11日、東日本大震災から丸2年が経ちました。全国の多くの場所で3.11復興イベントが行われ、亡くなられた方々に哀悼の祈りを捧げ、被災された方々や地域の復興を願いました。南会津地方でも 3.11 福島復興の誓い2013 in 南会津が開催されました。過去を振り返るだけでなく、明日に向かって前向きに生活していくためにと開催されました。ステージでは出演者とお客様が一つになり復興を願いました。平成23年3月11日に発生した大震災と津波は、多くの尊い命とその日常を奪いました。さらに東京電力福島第一原子力発電所の事故による想像を絶する被害により、美しいふるさとのみならず私たちの生活を一変させてしまいました。また南会津地方では、おととし7月に発生した新潟福島豪雨により、西部地域において大きな被害が発生し、いまだにその爪痕が癒えない状況です。しかしながら、こうした厳しい状況においても、県民の皆様の努力と全国の皆様からのご支援により、本県は少しずつ復興への歩みを進めています。未曾有の大震災から2年の節目を迎えるこの日に、犠牲となられた方々へ哀悼の誠を捧げるとともに、震災や豪雨災害の教訓を忘れることなく心に刻んで、復興に向けた決意を新たにするため、追悼と復興を記念する催しを開催することになりました。南会津地方本部長の玉井明福島県南会津地方振興局長よりご挨拶申し上げます。あの3月11日から2年が経過をいたしました。多くの方々が犠牲になられました。いまだ大勢の方々が不自由な生活を送られております。この南会津地方にも200名を超える方々が避難生活を強いられていらっしゃいます。また当地方は23年7月末の新潟福島豪雨災害によりまして、大変大きな被害を受けました。現在も復旧作業が続いております。本当に、おととし平成23年は大災害の年でありました。2年経過いたしましても、原子力発電所の事故は収束をしておりませんし、風評被害も少しずつではありますが回復しているものの、まだまだ継続中でございます。ただ過去を振り返るだけではなく、明日に向かって前向きに生活をしていくために、昨年と同じように復興の誓いを開催することといたしました。地震とそれに伴う原子力発電所、全国でも多くの方が亡くなられ、福島県でも3100名以上の方が亡くなられた。また福島県はそれに伴った原子力事故によって、いまだ15万人以上の方々がふるさとを離れ、避難生活をされております。本当に大変なご苦労かなと思います。しかし福島県はそんなことに沈んではもういられない。南会津はいいとこだなとよく言われます。放射能が低くて、この南会津から
皆さんの手で元気を出していただきたい。元気を福島県に湧き上がらせていただきたい。本当にこれから今芽を吹き出そうとしているいろんな種が、復興の種が芽を出すためには元気が必要でございます。今日はぜひ南会津の力を見せていただいて、続きまして本日のご来賓の皆様をご紹介申し上げます。ただいまご挨拶をいただきました福島県議会議員星康生様です。よろしくお願いします。下郷町議会議長佐藤浩一様です。日野江又村議会議長星哲司様です。よろしくお願いします。南会津町議会議長芳賀沼純一様です。続きまして主催者をご紹介いたします。下郷町湯田雄二町長です。日野江又村平野幸孝副村長です。只見町目黒義久町長です。南会津町大谷総吉町長です。それではこれより早速ステージイベントに移らさせていただきます。こんにちは、田島太鼓クラブ辰巳会です。2007年に結成し早6年が過ぎ、自分たちが体も心も元気でいること、そして福島を愛する気持ちを持ち続けることだと思います。今日はそんな思いを私たちらしく太鼓で伝えたく、精いっぱい演奏させていただきます。中学生になる7名で演奏します。Thank you.
て、いよいよ最後の曲となります。この曲は昨年秋、埼玉県で行われました和太鼓日本一決定戦ジュニアの部で準優勝をいただいた曲になります。